よっ、富澤です。まあおしゃれの街表参道ですから、まあブランド品なんか買いに来てる、大人のお姉さんなんかもいるんじゃないかなと思うんで、ちょっとね探しに行ってみたいと思います。逆光で全然見えないです顔が。美人なんだけど、一人目に行っていいのかという。誰もが認める美人を求め、店員さんまでくまなく探すが、どっちだどっちだ。ちょっといいですか。ダメ。わかりました。やはり25歳以上の美人はなかなか捕まらず、その後も探し続けること2時間半。こんばんは。ちょっとだけいいですか。何ですか。今お仕事何されてらっしゃいますか。アパレルの販売。アパレルの販売、はい、年齢は失礼ですけど27歳。よし、ありがとうございます。はい、自分のことを美人だと思いますか。そんなに思わない。そんなに思わないってことはちょっと思う。思ってない。思ってないです。思ってないですか。今まで何人に告白されたことありますか。告白ですか。はい。数えたことがないんですか。数えたことがない。数えきれないほど告白されたというこの女性、答えてくれるのか。じゃあちょっと聞きにくいんですけども。あなたよりちょっとだけ可愛くない人を紹介してもらえません。そういう番組なんですか。はい、テレビつけないんで分かんないんですけど。あ、そういう番組です。はい、こう思い当たる人がいればちょっと教えていただきたいんです。そしたら会いに行くんで。会いに行くんですか。会いに行きます。会いに来られて大丈夫なのかな。もうその辺もちょっと確認したいんですけど、まあなんとなく頭にはもう出てると思うんですよ。まあ、多分大丈夫。大丈夫ですか。あのさ、一瞬だけ会えたりしないかな。あ、本当に大丈夫。私もよくわかんないんだけど。なんかそういう友達を紹介するやつ。笑っていいと思うみたいなやつ。笑っていいと思うみたいなやつだって。お友達の方は自分よりどの辺がちょっとだけ可愛くないですか。可愛いけどボーイッシュですね。ボーイッシュ。はい、自分の方が女性らしいぞっていうことですね。髪型、髪型に関しては。髪型が角刈りとかですか。ちょっとだけ可愛くないというボーイッシュな美容師に会いに中目黒へ移動。こんばんは。すいません突然。いいえ。ふわちゃん、ふわちゃんですね。はい、はい、ありがとうございます。ちなみになんで僕らが来たか分かります。トゥーちゃんの友達だから。まあ、もちろんそれはあるんですけど。聞いたのは自分よりちょっとだけ可愛くない人を紹介してください。そしたらふわさん、はい、あ、よかったです。よかったです。はい、ここは勝ってるぞっていうとこないですか。勝ってるぞ。はい、私の方がここは可愛いよっていう。勝ってるぞ。はい、ものすごい密だったんですけど。だって可愛いもん。まあもう可愛いですけどね。ここで聞きたいんですけど、はい、あなたよりちょっとだけ可愛くない人を紹介してください。っていうことなんです。難しいです。難しいです。今もう必ず一人は浮かんでるはずなんです。いますよね、一人ね、出てますよね。生の小春ちゃん。小春ちゃん、はい、小春ちゃんはどういうとこが自分よりちょっとだけ可愛くない。可愛いんですけど、うん、彼氏がいた
ところを見たことがないかもしれない。いたのかな。早速彼氏がいたことがないかもしれない友達の元へ。何？めっちゃカメラじゃない。小春ちゃん来ました。こんにちは。こんにちは。すみません突然。何？私よりもちょっと可愛くない人っていう体で紹介してって言われて。うんうんうん、結構嫌いなこと。そう。そうでも多分いい感じ、いい具合だと思います。いい具合だと思う。違う違う違う、いい具合だと思う。ちょっとだけ可愛くない人を紹介してってそうですね、今紹介されてちょっとだけ可愛くない人を紹介してください。超やだ。急にね呼び出されてね、はあはあ、私より可愛くない人は、はあ、あんまりそんなあの友達のこう関係とかが崩れちゃったりとかするので、はいはい、私が底辺で大丈夫。もういないと。はい。数珠つなぎは途切れたが、富澤がさらにやる気を見せる。まあ、ちょっとまあ行ったんですけど、終わってしまったんでね。もうちょっとちょっとやりたいんで。まだあります。いいっすか、もうちょっとだけ。美人はこういうお店の中でお酒飲んでたりするんじゃないですか。ちょっと美人っぽい人いますね、行ってみましょうか。いらっしゃいましたね。ちなみに結構お客さんから声かけられたりしませんか。いや、でもそんなちょこ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 と、まあ、非常にお綺麗だと思うんですけど、なんかそれで得したなっていうことって何かありますか。得したな、はい、たまにこうタクシーとかに乗った時に、はい、こうメーター切ってもらえたりとか。早めにメーター入れ忘れたなとか言ってもらえる時ですかね。じゃあちょっと聞きにくいんですけど、あなたよりちょっとだけ可愛くない人を紹介してもらえますか。めっちゃ気まずいですねそれ。まあ、ちょっとだけですから。あだ名がマサフィーっていう。マサフィー、マサフィーちゃん。マサフィーちゃん、マサフィーちゃんはどの辺がちょっとだけ可愛くないと思う。これ放送されるんですかね。もちろん趣味じゃないんで。みんな可愛いんですけど、けど鼻がなんか極端にちっちゃい。でもなんかそれ言ったら来た時めっちゃ見ません。見ます、それは。マサフィーさん。あ、マサフィーです。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。すいません突然。あ、いえいえ。なんで呼ばれたか分かりますか。あ、分かんないです。分かんないです。はい。この番組も見たことないですか。あ、見たことあります。あります。はい。分かんないですか。自分よりちょっとブスな友達。正解。アリサちゃん。アリサちゃん、アリサちゃんはどこら辺が自分よりちょっとだけ可愛くない。可愛いんですけどちょっと白すぎる、はい。ちょっと白すぎる。白すぎる。僕の今イメージだとコウメ太夫が浮かんでるんですけど、あのぐらい白いですかね。可愛いんですけど。アリサちゃん登場しましたね。はい。はい。なぜ呼んだかちょっと発表してもらってもいいですか。私がですか。はい。はい、え、何やだ。私が。マサフィーちゃん呼んだんですよね。何ちょっと可愛くない友達。あーなるほど。どうですか。いやちょっと、はい、あの後輩なんで、はい、ちょっと腹立ちます。じゃあその流れでちょっとあなたよりちょっとだけ可愛くない人を紹介してもらえませんか。私であんまり可愛くない子ってあんまりいないと思うので。一番底辺ってことになります。そうですね、はい、底辺ですかね。